伊藤勉、西武のキーマン。西武、ロッテ監督を歴任した伊藤勉氏が自身の YouTube、110チャンネル、伊藤勉を更新。西武黄金期を誰よりも知る OB として、古巣の現状にいても立ってもいられなかった。伊藤氏は、問題は野手陣。40歳の中村、栗山に期待しないといけないチーム事情が今の西武を物語っていると指摘した。伊藤氏は、今のメンバーを見ればランナーを貯めてガツンという野球は難しい。いかに1点を取っていくかをこの先続けないといけないとした上で、金子祐二、源田壮亮、外崎修汰の名前を挙げて、やっぱりこの3人がキーポイント。この人たちが元気を取り戻さないと浮上は難しいと続けた。今の西武は自身が指揮を執っていた2017年のロッテに似ていると指摘した。借金33の最下位でシーズンを終えたが、伊藤氏はファンの人たちが最後の最後まで応援してくれたのが嬉しかったと振り返った。シーズン中に何度も球団職員を通してロッテ応援団にこんな無様な負け方をして申し訳ないと謝罪の言葉を伝えてもらっていた伊藤氏は、途中で何度もユニフォームを脱ごうと思ったが、すべての責任を背負って最後にユニフォームを脱いだと明かした。伊藤氏は、西武もファンの人たちのために何とか頑張ってもらいたいと選手を鼓舞し、盟友である渡辺久信氏に対して、監督代行も大変でしょうけど何とか明るく前を向いて頑張ってほしいとエールを送った。ライオンズと喧嘩別れした伊藤さんが帰ってくるかな？森監督以来、外部監督いないんだよね。来年監督を引き受ける感じかな？金子が元気だったことなんてひとたびもないです。もうその3人の世代じゃないよ。次の世代が、頑張ってもらわないと。監督は明るく頑張ってるけど、何せ選手たちの力が。エールだけでなく、監督には良い育毛剤を教えてあげたら。伊藤さんロッテの監督で帰ってきてよ。頼みます。辻さんが GM で監督は若い人で良いと思う。やはりレジェンドブルー止めた方がいいのでは。これに変えてから落ちていったような気がします。それはその通りかもしれんが、3人ともピークは過ぎてるのでダメでも我慢して使うのはやめてほしい。これ以上弱くなりようがないならいっそ来季は清原監督で。絶対無理なのは分かってますけど。ここは工藤公康しかいないだろう。本人が最弱なチームの監督になりたいかは分からないけど。春の OB 戦もそうだけど、いろいろあって、球団を去った伊藤氏が気にかけてくれることは素直に嬉しいです。